さて、大竹紳士交遊録火曜日の担当はコラムニストの深澤真紀さんです。あれ、よろしくお願いします。あれ、こんにちは、よろしくお願いします。深澤真紀さんがなんと高いところ壇上から登場です。よろしくお願いします。大きな拍手でお迎えください。お願いします。よろしくお願いします。今日はどういうことですか。はい、今日は、ね、文化の日ということで、文化の日は、ね、憲法が公布された日です、うん、平和と文化の日ということで、日本の平和と文化何か、春画だなということに気がつきまして、うん、今日は今話題の春画についてお話をしたいと思います、はい、最近皆さんね、はい、春画が話題なのご存知だと思うんですけど。あ、そうらしいですね。そうなんです。なんでね、春画が話題になってるかっていうと、あの東京の目白台に衛生文庫っていうところがあるんですね、はい、ここが今春画展を9月19日から12月23日まで開催、もう連日行列です。あのツイッターで行列状況が分かるんですけど、私も行きましたけど、4対6で女性の方が多くて、若い女性も多い。ただ18歳以下は入れません。身分証明書を皆さん、まあ皆さんは別に身分証明書いらないんですけど、あのお若い方は持ってください。で、外国人もかなり多くいらっしゃってるんですけど、どうして今頃ね、春画展が、実は日本でちゃんとした春画展はね、今回が初めてなんです。あ、そうなんですか。意外でしょう。なんか春画ってね、皆さんはなんとなく目にしてると思うんですけど、で、まあ、あの、もともとはヨーロッパ各地で春画展をやっていて、私もヨーロッパで春画展を見たことあるんですけど、2013年に大英博物館が春画展を開催した時に9万人動員されまして、9万人って大変なことなんですけど、で、まあ、じゃあやっぱり日本でもやりましょうよっていうことだったんですけど、ほとんどの美術館や博物館はダメだったんです、はい、なんであれ、春画といえばやっぱり結構ものすごい、そうなんですね、ものすごいことになってる、ものすごいことになってるんで、はい、どこもダメだっていう時に、ここなら大丈夫って言ったのが衛生文庫。なぜか、はい、ここはですね、細川家の屋敷跡に建てられた美術館で、理事長は細川森弘、つまりですね、元総理なんでございますね。あら、元総理がやっている美術館ということで、ちょっとみんな文句が、誰も文句が言えないってことですね。しかもね、面白いことに、公園に入っている新聞社が、普通公園に入る新聞社って一社なんですけど、はい、朝日新聞社と産経新聞社が共同で公演しているというですね、五越同習館がある、すごい珍しい、珍しいじゃないですね。エロの前には右も左もないということで、非常に話題になってるね、面白いんですけれども、じゃあどうしてね、日本は春画ダメだったのかっていうことなんですけど、20年前まではね、春画ってほとんど皆さんはね、ぼかししか見られなかったんですよ、はい、私も学生時代春画見たいなと思ったんですけど、大学の先生とかに資料を見せてもらって初めて見られたんですけど、やっぱりこれも20年前に大英博物館で研究が始まって、で、日本でもいいですよっていうことで、今ね、書籍はね、無修正で刊行されてる本がいっぱいあります。春画で検索していただくと2000円ぐらいで買えるんですけど、まあ、僕はあんまり見たことないんですけど、男性自身とかかなり強調されてるんですよね。そうなんです、確か。それすごい重要で、実は春画って皆さんこういわゆるポルノグラフィーと思ってらっしゃると思うんですけど、春画と西洋のポルノグラフィーって全然違うんですよ、っていうのは、西洋のポルノグラフィーっていうのは基本的に女の人のフルヌードですよね。そうですね、女の人が脱ぐ、ところが、春画ってご存知な方は分かると思うんですけど、基本的に男女の性器を見せるっていう、で、なんなら男の人の性器の方がめっちゃ書き込みがしてあるんですよ、で、これは、だから歌麿っていうのはね、海外でも虚婚っていう意味を歌麿とか言いますけどね、そうですね、っていうぐらい、つまり、男女の性器とその挿入を見るポルノって西洋にはないんですよ。じゃあ、今日から歌丸誠のゴールデンラジオに変えた方がいいんですか。もうぜひ歌丸と愉快な仲間たちってことね。いや、だって昔は子供の頃、歌丸の形をしたタコあるじゃない、はいはい、タコの絵、あれ歌丸みたいなタコの絵あげてたからね。そうなんですよ、あれのだから下半身をあげたかったわけだよね、いや、なんでね、日本の春画は女の人の裸を見るんじゃなくて、男女の性器と挿入を見るかっていうと、どうして。それはね、日本はね、生殖器崇拝っていう崇拝があるんですね。 ありますね、各地に。どこに行っても、神社もね、だいたいそもそも道祖神も、あれ基本的には男性の生殖器ですし、日本はね、そもそも性器というものは五穀豊穣、命の源、素敵ねっていうものなので、恥ずかしいものではですね、実はずっと
なかった。あなかったんですよ。あだからあんな黒ぶいかりするようなのをみんなで担いで、もうそうそう、いまだにね、うん、あのこんな大きなね、うん、ご神体が聖職地ありますね、小宝神社みたいなところとかね今だいたい外国から必ずそれを見に来るっていう、うん、あのそういうね、あの実はね聖の伝統が全然違う、だからヨーロッパの人が、はい、なんか見たこともないと、自分たちはポルノっていう時には女性の裸全裸、うん、ヘアヌードなのに、うん、なんで日本人は男が見るんじゃないのか、つまりね男女が見るものが春画なんですよ。なるほど。じゃあ昔の日本文化は結構あの男と女がなんか同じような位置にいたっていうふうに考えてる。あもうあの少なくとも性に関して、結婚に関しては親が決めるんですけど、それは儒教的に封建主義的に親が決めるんですけど、うん、その後のセックスは結構むちゃくちゃで、うん、春画もですね大体4割が女の人が上です。女の人から行く、うん、あと女の人が犬とおやりになってたりとか、はい、あの女の人があの男装したりとか女装した男装がいたりとか、はあうん、あの同性愛があったりとか、うん、老人同士がしていたりとかね、めちゃくちゃなの、めちゃくちゃなの、もうめちゃくちゃでね、まあ、春画って笑い絵っていうぐらいなんで、実はねあれは男女が笑って見るもので、うんはいまあ、嫁入り前に渡すとも言われてましたけど、うん、もう一つは厄除けとして武士が鎧の下に忍ばせたりとか、うん、じゃあ当時のニュアンスとしては、うん、その立ち位置としては例えばあの昔日本にあのビニールに入ったあの本があったじゃないですか、ビニボン、そうですね、うん、あのああいう立ち位置とは全く違うということですか。そうですね、ビニボンというほどではなくて、もちろんあの政府はねあのちょいちょいあの禁止にしてたんですけど、でも基本的にはあの普通の人たちがまあ、本当にお家にその週刊朝日芸能を持ち帰るぐらいの気持ちで、文春よりはちょっと持ち帰りにくいけど、じゃあある種あの春画を大切にするってことは日本を取り戻す的なものでもあるっていうこと。日本の性の伝統が私たちが思っているものとは違うよっていう、もともとそういう文化とか制度とかっていうのがあったっていうことですよね、うん、そうなんですね。結構ねあの私たちは明治以降に西洋のキリスト教の文化が無理やり来ちゃったんでこうなっちゃってますけど、うん、実は違うよっていう。ああなるほどね。当時のブブカとかナックルズみたいな立ち位置なのかと思ってましたけど、全然違います、うん、全然違いますというかとってもおおらかな、おおらかな性に関してね、うん、あの生殖器崇拝っていうもの性の伝統があって、うん、ところがねそういうことがないので週刊文春が、うん、あのこれを載せたら、うん、社長がですね週刊文春の編集会議にやってきてですね、うん、怒りのあまりお前たちが春画を取り上げたことを文春の品位や伝統を壊すものだって言ってですね、うん、編集長にお前3ヶ月休めって、うん、って言ったりとかですね、あるいは警視庁が現代とかポストとかに、うん、口頭で指導したりして、外国でこれだけ認められている文化を、そうですね、日本が自分たちで作ったのにもかかわらず、うん、自分たちで否定し始めて、そうなんです。だからね春画って皆さんはなんかエロいって思ってるんですけど、実はその江戸の時代に、あるいは日本人がみんなのね、今の政府は日本の伝統っていう言葉が大好きですけど、うん、日本の伝統はね実は生殖器崇拝だったり性がむちゃくちゃだったり、うん、女性が積極的だったり、うん、あの伝統的な家族の姿っていうのはね、うん、実はここにあるっていうのが、じゃあみんな知らないで言ってるんだ。知らないですね。大体伝統的な家庭っていうものはあくまで明治以降のものなので、うん、春画はね実はそれもあって世界中で研究されているので、まあ、私のおすすめはあの恋する春画っていうのが、うん、トンボの本で出てますから、普通にアマゾンで買えますので、なんかこれなんかをご覧いただくと、うん、春画ね本当ね笑わずに読まれないです。もう面白いのでぜひね、エロだけじゃなくて読んでいただければなと思います。まあ堂々と春画楽しんでいいってことですね。春画はもうね文化ですし笑いですし、日本人の心のふるさとというか、あの正義いいねっていう気持ちになるっていう、うんうん、なるほど、はい、趣味が正義いいね、いい話だね、いい話ですね、文化の日にふさわしい話を今日はできたかなと思ってなるほど、はい、ありがとうございました。大竹紳士交友録、今日の担当は深澤真希さんでした。ありがとうございました。
と、うん、素敵ねっていうものなので、うん、あの恥ずかしいものではですね、うん、実はずっとなかった、うん、なかったんですよ。あ、だからあんな黒ぶいかりするようなのをみんなで担いで、もうそうそう、いまだにね、うん、あのこんな大きなね、うん、ご神体が聖職っていうのはありますね、小宝神社みたいなところとかね今だいたい外国から必ずそれを見に来るっていう、うん、あのそういうね、あの実はね、聖の伝統が全然違う、だからヨーロッパの人が、はい、なんか見たこともないと、自分たちはポルノっていう時には女性の裸、全裸、ヘアヌードなのに、なんで日本人は男が見るんじゃないのか、つまりね、男女が見るものが春画なんですよ。なるほど。じゃあ昔の日本文化は結構あの男と女がなんか同じような位置にいたっていうふうに考えて、あ、もうあの少なくとも性に関して、結婚に関しては親が決めるんですけど、それは儒教的に封建主義的に親が決めるんですけど、その後のセックスは結構むちゃくちゃで、春画もですね、だいたい4割が女の人が上です。女の人から行く、うん、あと女の人が犬とおやりになってたりとか、はい、あの女の人があの男装したりとか女装した男装がいたりとか、はあ、あの同性愛があったりとか、うん、老人同士がしていたりとかね、めちゃくちゃな、めちゃくちゃな、もうめちゃくちゃでね、まあ春画って笑い絵っていうぐらいなんで、実はねあれは男女が笑って、うんうん、見るもので、はい、まあ、嫁入り前に渡すとも言われてましたけど、うん、もう一つは厄除けとして武士が鎧の下に忍ばせたりとか、ああ、じゃあ当時のニュアンスとしては、うん、その立ち位置としては例えばあの、さて大竹紳士交遊録火曜日の担当はコラムニストの深澤真紀さんです。あれ、よろしくお願いします。あれ、こんにちは、よろしくお願いします。深澤真紀さんがなんと高いところ壇上から登場です。よろしくお願いします。大きな拍手でお迎えください。お願いします。よろしくお願いします。今日はどういうことですか。はい、今日は、ね、文化の日ということで、文化の日は、ね、憲法が公布された日です、うん、平和と文化の日ということで、日本の平和と文化何か、あ、春画だなということに気がつきまして、うん、今日は今話題の春画についてお話をしたいと思います、はい、最近皆さん、ね、はい、春画が話題なのご存知だと思うんですけど。あ、そうらしいですね。そうなんです。なんで、ね、春画が話題になってるかっていうと、あの東京の目白台に衛生文庫っていうところがあるんですね、うん、はい、ここが今春画展を9月19日から12月23日まで開催、はあはあ、もう連日行列です。あのツイッターで行列状況が分かるんですけど、私も行きましたけど4対6で女性の方が多くて、はい、若い女性も多い。ただ18歳以下は入れません。身分証明書を皆さん、まあ、皆さんは別に身分証明書いらないですけど、あのお若い方は持ってください。で外国人もかなり多くいらっしゃってるんですけど、どうして今頃ね春画展が、うん、実は日本でちゃんとした春画展は、ね、今回が初めてなんです。あ、そうなんですか。意外でしょう。なんか春画って、ね、皆さんはなんとなく目にしてると思うんですけど、で、まあ、あの元々はヨーロッパ各地で春画展をやっていて、私もヨーロッパで春画展を見たことあるんですけど、うん、2013年に大英博物館が春画展を開催した時に9万人動員されまして、うん、実は春画ってあの皆さんこういわゆるポルノグラフィーと思ってらっしゃると思うんですけど、はい、春画と西洋のポルノグラフィーって全然違うんですよ、うん、っていうのは西洋のポルノグラフィーっていうのは基本的に女の人のフルヌードですよね。そうですね。女の人が脱ぐ、はい、ところが、うん、春画ってあの、うん、ご存知な方は分かると思うんですけど、うん、基本的に男女の性器を見せるっていう、うん、はいはいはい、でなんなら男の人の性器の方がめっちゃ書き込みがしてあるんですよ、はい、でこれは、うん、あのだから歌麿っていうのはね、はい、あの海外でも虚婚っていう意味を歌麿とか言いますけどね。そうですね。あのっていうぐらい、つまり、うん、あの男女の性器とその挿入を見るポルノって西洋にはないんですよ。じゃ あ, あの今日から歌麿誠のゴールデンラジオに変えた方がいいんですか。もうぜひ歌麿歌麿と愉快な仲間たちってことで、ね、いやだって、あ、昔は子供の頃あの歌麿の形をしたタコあるじゃない、はいはい、タコの絵、あれ歌丸みたいなタコの絵あげてたからね。そうなんですよ、うん、あれのだから下半身をあげたかったわけだよね、うん、いや、うん、なんでね日本の春画は女の人の裸を見るんじゃなくて、うん、男女の性器と挿入を見るかっていうと、うん、どうして。それはね、日本はね生殖器崇拝っていう崇拝があるんですね。 ありますね、各地にどこに行っても、神社もね、だいたいそもそも道祖神も、あれ基本的には男性の生殖器ですし、あの日本はねそもそもあの性器というものは五穀豊穣、
命の源に行って大変なことなんですけど、で、まあ、じゃあやっぱり日本でもやりましょうよっていうことだったんですけど、うん、ほとんどの美術館や博物館はダメだったんです。あ、はい、なんであれ春画といえばやっぱり結構あのものすごい、そうなんですね、ものすごいことになってる、ものすごいことになってるんで、はい、どこもダメだっていう時に、はい、ここなら大丈夫って言ったのが衛生文庫。なぜか、はい、ここはですね、細川家の屋敷跡に建てられた美術館で、うん、理事長は細川森弘、つまりですね、元総理なんでございますね。あら、元総理がやっている美術館ということで、うん、ちょっとみんな文句が、誰も文句が言えないってことですね。しかもね、面白いことに公園に入っている新聞社が、普通公園に入る新聞社って一社なんですけど、はい、朝日新聞社と産経新聞社が共同で公演しているというですね、五越同州館があるすごい珍しい、めちゃくちゃ珍しいじゃない、エロの前には右も左もないということで、うんうん、あの非常に話題になってるね、うん、面白いんですけれども、うん、じゃあどうしてね日本は春画あのダメだったのかっていうことなんですけど、うん、20年前まではね春画ってほとんど皆さんはねぼかししか見られなかったんですよ、はい、私も学生時代春画見たいなと思ったんですけど、うん、大学の先生とかに資料を見せてもらって初めて見られたんですけど、うん、やっぱりこれも20年前に大英博物館で研究が始まって、うん、で日本でもいいですよっていうことで、うん、今ね書籍はね無修正で刊行されてる本がいっぱいあります、はあ、あの春画で検索していただくと2000円ぐらいで買えるんですけど、うん、まあ、僕はあんまり見たことないんですけど、あの男性自身とかかなり強調されてるんですよね。そうなんです、確か、うん、それすごい重要で、ね、昔日本にあのビニールに入ったあの本があったじゃないですか、ビニ本、そうですね、うん、あのああいう立ち位置とは全く違うということですか。そうですね、ビニ本というほどではなくて、もちろんあの政府はねあのちょいちょいあの禁止にしてたんですけど、でも基本的にはあの普通に普通の人たちがまあ本当にお家にその週刊朝日芸能を持ち帰るぐらいの気持ちで、文春よりはちょっと持ち帰りにくいけど、じゃあある種はあの春画を大切にするってことは日本を取り戻す的なものでもあるっていう、日本の性の伝統が私たちが思っているものとは違うよっていう、もともとそういう文化とか制度とかっていうのがあったっていうことですよね、うん、そうなんですね。結構ねあの私たちは明治以降に 西欧のキリスト教の文化が無理やり来ちゃったんでこうなっちゃってますけど、うん、実は違うよっていう、ああなるほどね、当時のブブカとかナックルズみたいな立ち位置なのかと思ってましたけど、全然違います、全然違います、全然違います、というかとってもおおらかな、おおらかな性に関してね、うん、あの生殖器崇拝っていうもの性の伝統があって、うん、ところがねそういうことがないので週刊文春が、うん、あのこれを載せたら、うん、社長がですね週刊文春の編集会議にやってきてですね、うん、怒りのあまりお前たちが春画を取り上げたことは文春の品や伝統を壊すものだって言ってですね、うん、編集長にお前3ヶ月休めって、うん、って言ったりとかですね、あるいは警視庁があの現代とかポストとかに、うん、あの口頭で指導したりして、外国でこれだけ認められている文化を日本が自分たちで作ったのにもかかわらず、うん